どうも、シャーペンです。今回は、なぜかこのチャンネルの夏の恒例行事がありまして、行事が企画か。2年連続でやってたんですけども、3年目もやろっかなっていうことで、それがこちらです。はい。2021年最新版非限定強キャラ10選をやっていこうと思います。これ楽しいんですよね。いろんなキャラクター見れるし。で、ちなみにこのサムネイルに限定キャラクターいる理由なんですけども、今限定キャラでこれが強いけども、非限定はこうだよねって、この対比の構造を表してますね。簡単に言ったら見栄えです。かっこいいから。で、この動画の内容説明なんですけども、今現在で、非限定強キャラから10体強いキャラ選ぶってことで、限定キャラって大体強いじゃないですか、今のところ。そこそこ優遇もされてて強いのは当たり前ぐらいなんですけども、それ以外の普通のキャラクターなのに強いっていうね、こういうところを探していこうっていう企画でございます。で、この動画は10選なんで、この10体選ぶってことですから、これ発表順とランキングってのは関係ないですね。僕の思いついた順で紹介していこうと思います。で、10体っていうと長いんで、属性別に投稿しようと。他の属性は後日、今月中には全て投稿しようと思います。ということで、毎年恒例やっていくぞ。はい、ということで、最初はニュートンということで、これそもそももう全キャラ対象の最強10選で選んでるんで、ここで出るってのは当たり前なんですよね。で、注目点としては、砲撃型かつ友情コンボクリティカルが乗る、超強ランキランと超強クロスウェーブってのは、両方とも、一発のダメージがでかい。書いてあるこの友情コンボでよく見るとわかる通り、一発がでかいんで、普通は友情コンボが通んないってクエストでも、ユークリとか発動したら通っちゃうことがあるみたいな、クエストブレイカー友情2つ持ってるってことですね。結構いろんなクエストを友情減してしまってますし、で、さらにこれを強くしている要因として、この毎ターン打てるランダー SS と、これで敵に密着して、超強ランキラン、超強クロスウェーブをしっかり当てられることができるんで、もう本当に完璧な組み合わせ、最大限活かせるものですね。高め合っている。で、これで浴び対応も地雷ブロック、ウィンドに対応していて、しかも地雷投球は L。で、超ウィンドで、ウィンドが出てきたら足も速くなってますし。で、ゲージ倍率補充は低難易度の周回というか、沼系の周回とか、急ぐやつで、使えたりブロックを外してループヒットをするみたいな高難易度の攻略にも繋がるんで、低難易度の周回も使えなくはないんですけど、やっぱり沼系の周回ほとんどいけるってのと、特定の高難易度の破壊。今のところやっぱり今年の非限定では一番強いと思ってますね。で、ニュートンが超強ランキーな初実装で、結構そっから、増えてはいるんですけども、未だにこの原点として頂点と言いますかね、それを活かせる4ターンランダーっていうのは完璧なんで、最初にこれってのをよく出したなと思いますね。続いてブレイク。3つのギミック対応、ダメを減速化め魔法陣に加えて、火力につながるアビリティが多いですね。魔法陣ブースト、カウンターキラー、バイタルキラーと。で、もし全て発動すると、直殴り火力は 3.375 倍、友情火力は 2.25 倍っていう、結構ガッツリ上がってますし、で、これで貫通で超スピード型できるんで、直殴りがしやすいなっていう。とにかく動いて火力を出していく。で、SS は号令プラス壁すり抜けということで、これでまたさっきの貫通の超スピード型なんで、味方に当たりやすく動かしやすいですね。で、それとか味方に当たらずに、自強化として使うっていうのもできますし、融通の効く SS で。友情コンボそこまでなんですけども、これもまた倍率、魔法陣ブーストとカウンターキラーが乗ったらこれで貢献することはありますし、で、ボムスローで地味に誘発効果が助かってくれると。とりあえず28極最適性、毎月来るコンテンツかつ、今最も難しいクエストと言っても過言ではないんで、そこで強いっていうのはもう評価せざるを得ないですね。で、そこの特攻キャラだけでなく、旬な減速壁対応とか、魔法陣が登場したらブーストで強くなるんで、結構魔法陣が出るクエストは優先編成したくなりますし、他のクエストで起用する理由っていうのも結構あるんで、こちらも非限定ながら非属性の前線に立ってるキャラクターですね。はい、アザゼルで、今年やっと来たかっていうね、待望の重心化で、やっぱり運営からの愛もすごいというか、通常キャラなんですけども、特別ニュース、モンパですね。モンパ6で重心化するかつ PV がついてるっていう、待遇は普通に限定並みでしたね。で、アザゼルっていうと腐りづらい性能なんですけども、それをもう存分に受け継いで、進化と神化で良かった点ってのを全て受け継ぎましたね。で、そこにさらにダメージが超になったり、ゲージバイス保持がついたり、友情コンボも順当強化って感じで、玄関の距離蘇ったっていう、雰囲気がすごくて、大きな変化はないんですけれども、元から腐りづらかったんで、立場そのまま重心化したというか、重心化するだけでもメリットありますからね、今。超先見の解放とか、身が1個増えるとか。で、さすがに今この性能なんで、アズゼル最適ってクエストはほぼないんですけれども、最強の便利屋って感じで、パーティーあと一枠どうしよっかなって時にそうだアザゼルいるよってなりますから、特に激級以上の難易度だと、それに関してはもう最適ですね。穴埋め最適。またこれもアザゼルが腐るってことはないと思いますね。アザゼルまだ腐ったことないと思うんだよな。防腐剤持ってます。アザトースですね。これも実装から約1年2ヶ月経過していて、
まあ、これ去年の非限定でも選んでますね。まあ、未だにこの底力 EL ってのはアズトースしか持ってなくて、これ最強のアビの1個だと思うんですよね。まあ、だって HP50% 以下になるだけで攻撃力3倍ですもん。すべての敵に対して。まあ、これが許されるんだっていう。で、このかなり低い HP もその底力 EL の発動に役立つんで、弱点を補ってますし。まあ、アビ対応もウィンド減速下でブロックっていうもう主要なものではないんですけども、逆にダメ落と地雷は登場したらこれ、底力 EL の発動繋がるんで、またこれも弱点を補ってますし、で、友情コンボの火力もほぼないですから、これ連れてくのも高難易度なんで、低難易度で使うことほぼないですから、まあ、高難易度だとこの誘発と、まあ、防御ダウンのサポートっていうのは役立ちますね。当時はこの状態上回復とか SS で自分の状態上回復するってことから、まあ、18国では強いだろうと言われてましたけども、まあ、底力 EL を発動させるっていう、まあ、特殊ながら最強クラスの時間殴り能力で、まあ、いろんな高難易度を蹂躙していたなぁと思いますね。減速壁環境の先駆けなんで、まあ、今結構減速壁キャラクター増えて、当時ほど、飛び抜けてないんですけども、まあ、未だにこの底力発動時のロマンっていうのは一級品だと思いますね。楽しい。ルービーですね。こちらもまたアズトースと一緒で昨年の非限定でも選んで、まあ、どっちかといったら楽しい要素が強いって感じですけども、砲撃型と友情ブーストってもう分かりやすい友情火力の上昇の仕方で、まあ、これが乗っているツインダンクレーザー EL は、まあ、一撃が大きくゲージ飛ばしが狙えますね。まあ、当時重心化した時エクスカリバー神化が暴れてて、まあ、またワープでこれ競合してるんで大丈夫かと思ったんですけど、ゲージを飛ばせるという点で差別化していましたね。で、しかも SS で反撃モードを発動すると、まあ、反撃する時のレーザーがロックオンになる。普段ダンクなんで狙う必要あるんですけども、反撃発動したら敵に勝手にレーザーが飛んでいってくれる、かつ超砲撃型にすると等倍になるんで反撃の威力も、これによってより大ダメージが狙いやすくなってますね。今話題となっているハーン・アナスタシアもこの原理で強力な友情となってますね。反撃モードの強さ。ただまあ友情コンボのインフレっていうのはもう時間殴り方面の数倍数十倍激しいんで、まあ、汎用面では厳しくなってきてますけども、ただまあベリアルの活躍を見るに、まあ貴族性の特定の状況だったらまだまだ最前線だなと思いましたね。まあ本当一撃のデカさ。でまた今はドアビにカマエル登場したんですけども、まあこれ併用しても強いんじゃないかなっていう、ルビーとカマエル。まあカマエル艦隊でいいじゃんって言われたらそれまでなんですけど。アズトースとルビーはこの通常キャラクターながらロマンのある性能っていうことで僕はちょっと選ばせていただいてますね。はい、ペルセウス。まあ、去年の MVP キャラクター一人なんですけども、誘発範囲最強クラスの周爆発 EL で、広範囲の友情コンボを誘発しながら、まあ、友情コンボで力も上げられる友情アップで、まあ、超砲撃型との相性が抜群に良く、まあ、そこにさらに SS でブーストも可能。で、アビリティで自分のブースト SS を短縮しながら、味方の SS も短縮できるっていう、もう未だにサポートで言ったらもう最強クラスですね。再来月で丸1年なんですけども、現れてないです。ギミック対応もワープ地雷っていう主要2つの対応でいけるとこも多くて、で、スラビな魔法陣対応してるんで、まあ、SS が打てないってこともないですね。まあ、最近結構強友情キャラクターっていうとも自分で誘発友情出せるっていう、まあ、自己完結型ってあるんですけども、まあ、そうでないキャラクターも両方とも強友情ってキャラクターは今後絶対出ると思うんで、まあ、今回のハン・アナスタシアみたいなそういうキャラクターも絶対出ると思うんで、まあ、その度に相方の、まあ、一番の候補になるんじゃないかなと思いますね。で、その聖アナスタシアの登場でちょっと危ないかなと思ったんですけども、まあ、使い分けの範囲というか、ペルセウス SS のブーストも高いですし、まあ、そもそも限定キャラと比較されてる時点で、まあ、ここで名前が上がるっていうのは自然なことだと思いますね。まあ、今後もどんどん他のキャラクターと浮気していってください。はい、で、一気に時間が進んで、X ラックパーク2021も最近重心化したシオンですね。まず、アビ対応がダメを地雷ワープっていう、もう主要3つに対応している汎用性に、まあ、貴族性耐性と回復のサポート。で、限定的ですけど、ユニバっていうと、魔導士対象なんで、意外と、まあ、活躍することのあるキラー L っていう、もう豊富なアビリティですね。で、まあ、キラーが乗らなかったら特に強化はないんですけども、まあ、元から強い友情コンボ両方とも、放電と電撃なんていう、2種の電撃友情で、まあ、友情コンボではそこそこ貢献していると。ただ、注目は、SS でして、触れた味方の SS ターンを1点ターン短縮する。結構1段階目が4ターンで、2段階目が8ターンなんですけども、まあ、これ面白い使い方もあって、シオン3体と、まあ、強い SS を持ってるキャラクター1体で、まあ、ずーっと SS を打ち続けるっていうシステム。まあ、そんな感じの悪さができるキャラクターですね。まあ、それでステータスも高くて、この高水準な性能に面白い SS、いろんな用途がある SS を持ってるんで、まあ、フラパ重心化らしい恵まれた性能だなと思いますね。で、ちょっとこれイレギュラーなんですけども、明日実装のエリザベス。まあ、未実装でね、まだイラップなんですけども、まあ、どう考えても強いと使ってみてみる感じ。まあ、なので特別に選ばせていただきました。アビリティが進化と神化の優秀なアビリティを受け継ぎつつ、まあ、減速株対応の追加。で、魔王キラー M が追加されて、神王富士 M となり、まあ、さらに優秀になってますよ。これアビリティバンって見せられて、通常とは思えないじゃないですか。こんな詰まってんだって再確認した。で、これで SS をオールアンチで、まあ、1段階目は等倍なんですけど、2段階目から倍率が乗ってくれて、
大きな火力につながりますし、で、友情コンボは白爆イエローもらった。これもよくもらいましたね。まあ、これでついでに誘発のサポートもできる。で、キラー対象、神と魔王だったら調教中級拡散弾も働いてくれる。まあ、なので結構ここまで詰まっているとステータスがちょっと抑えられるんではないかと言われてましたけども、まあ、そこもある程度強化入って、まあ、十分もらってますし、まあ、今期待されている28獄なんですけども、キラーがブリトラに刺さる。で、まあ、アジンっていうもうワンパン枠のイタドリとかマームみたいな身の共有もできる。で、超バランス型でさらに火力も上がるってので、確実に活躍はしますね。まあ、今のブレイクやらコナミ先輩やらの正統派な鉄製には食い込むではないかなと思います。で、その28獄だけでなく、まあ、他の階層元からハマっていた3獄とか18獄では強いと思いますし、まあ、モーキラ入ったことによって23獄でも強くなった。で、他のクエストでも、まあ、神とか魔王っていうキャラクターは出やすいですし、で、白枠イエローのサポート性能もあって汎用性もあると思うんで、まあ、通常重心化でここまでのキャラクター出すと思わなかったですね。これもまたフラパ枠と言っても過言ではなかった。で、ちょっと時間戻して、X ラックパーク2020の重心が怪キャラクター。まあ、この動画唯一の怪ですけども。2種の超アビリティ、重力とウィンドと属性キラーで、情報修正された超バランス型を最初から持ってるという怪なんで。まあ、とにかく木属性に強い性能ですね。まあ、バサラっていうね、すごいライバルいますけども、まあ、一応貫通なんで差別化してるんじゃないかなっていう。で、シンプルに地雷対応追加されて汎用性が上がって、で、短縮できる号令 SS って、もう重心化の時に思い出す順当な強化と言いますか。とりあえず、まあ、木属性のクエストだったら、大体強いよってもので、まあ、スペックはすごい高いと思うんですけど、ただ仕事がなかったってのは悩みだったんですよね。ただようやく最近未開の23、まあ、結構今未開も重要な立ち位置ですし、そこで最適ってのは十分な評価の上げるポイントになって、頭角を現しましたね。モンストの一人の主人公ですからね。で、最後はもう昨年と一緒。まあ、唯一のミー重心化キャラクターっていう、まだ重心化しなかった。結局1年間。まあ、未だにこの腐る気配のない加速と爆発の友情セットに、主要2つ、枚数重力。で、地味に枚数も L ですし。で、弱点ヒット麻痺って、もう確実に敵の動きを止められるんで、これによっても、長生きの象徴となってますね。で、去年はその鬼丸クリスナーとの相性が良すぎるっていう点で評価していたんですけども、まあ、それは今年もそうで、未だに一番の相方ですし。で、またこれ未開の23でも活躍した、まあ、龍馬と一緒に。ってことで、まだ現役っていうね、もう重心がしなくていいんじゃないかなっていう。逆にこういうキャラの重心化心配ですよね。余計なことすんじゃないかっていうので、どこまでこの性能で長生きしていくんでしょうか。そこも楽しみでございます。はい、ということで10体選ばせていただきました。まあ、去年選んだのが3体いたんで、7体変わってますね。まあ、火属性去年一番強かった年ですけども、そっからさらにまた変わってるんで、まあ、時代だなーってのを痛感しましたね。まあ、ということでコメント欄から皆様が思う火属性の非限定強キャラお待ちしております。まあ、限定キャラの話してもいいですけども、まあ、強い火属性待ってます。あとついでチャンネル登録もしていただけるとこんな感じで動画投稿頑張っていくんでよかったらしていただけるとモチベーション繋がりますんでよろしくお願いします。高評価もぜひ。では、ご視聴ありがとうございました。さよならファイヤー。